ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。なんでそんな声低めなんですか。こんにちは、寺田由紀です。ということで今日も質問に答えていただきたいと思います。ああ、それも質問読み終わったの。質問読みは今日は、はい、ああそうだAI アナウンサーがやるんだった。はあ。え、ほら荒木由衣さんがいらっしゃいますよ、ここに。は？え？よいよいよいよ、質問読み私から仕事取ったら私何も仕事してないで帰ることになりますよ。マジで。ホリエモンチャンネル。荒木さん、こんなん作るから本当。早く読んで。AI によるチャット機能をカスタマーサポートデスクに導入予定です。良い参考事例を探していますが、どのサービスも決められたフレーズにしかまともに反応せず、いまいちです。これいけてるなと思ったサービス導入事例をご存じないですか。わ、やべ、かまねえ。はい、ということでゲストご紹介します。ちょ何の初めにそんな反応しなくてもいいじゃん。はい、ゲストご紹介します。はい、スペクティ代表取締役の村上健次郎さんです。はい、よろしくお願いします。すごいやる気ないですね。ちょっと呼んでみる。絶対噛まない。あれですから、ほら抑揚とかさ、ほらそういうのはないじゃないですか。それは人間にしかできないからね、今。でも今まだ結構抑揚してたよ。そうですね、うっせえ。それでは今日の質問です。AI によるチャット機能を人がやっているカスタマーサポートデスクに導入予定です。いい参考事例を探していますが、どのサービスも決められたフレーズにしかまともに反応せず、いまいちです。これイケてると思ったサービス導入事例をご存じないですか、という質問です。ほら絶対こっちの方がいいじゃん。ほらまだまだ AI には取られねえかんな、仕事。ゆっくりね。あ、でもすごいね AI。どうだった AI。 すごいのはすごいよ、うん、だけど、うん、なんで開発すんだって思いますよね。なんでこんな、だってうちらの仕事マジでなくなるからね。本当にアナウンサーさんとかも本当危機感覚えた方がいいよ。いつの間にこんなことになっちゃったんですか。僕あの実は、何年前でしたっけ。前もうね2年ちょっと前です、ね、2年ちょっと前に対談させてもらったことがあって、はい、はいはい、そうです、ね、その時まだこれやってなかったですね。やってなかったですね。もともとはどういうビジネスされてたんですか。まあ、ニュースの速報を送るっていうのをやっていて、うんうん、今こうスマホがあるとみんなこう事件が起きた、事故が起きたとか、あと芸能人出没してるとか、うん、これいろいろこう写真を撮ってそれをツイッターとかいろんな SNS に上げるじゃないですか、はいはい、であれをこうリアルタイムに拡張して、でそれを見つけた情報を今テレビの報道局さんとか新聞社さんとか、まあ、ネットニュースとかそういうところにこうどん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 配信をしてると、うん、そう彼らはそれをもとにこうニュースを変えたりとかですね、そういうのことをやってると。今なんか、まあ、この間そう久しぶりにその話聞いて、はい、あ、なるけさんから、はいはい、久しぶりにその話を聞いて、うん、あの火事がありました、でそこにあの消防車行くじゃん、でそこ行ったらマスコミが先に来てたっていう。へえ、そうですね。今もうかなりの確率でマスコミが先に来てたりとかして、でテレビの中 で、 こうで、ね、よくこう視聴者映像みたいな感じでこうスマホの映像って上がってくるじゃないですか、はいはいはい、あれ大体多分うちから先に行ってる、うちからテレビ局さんに伝わってテレビ局さんがあれ見てすぐ駆けつける。だからあれでしょ、消防車がね、はい、消防署がこれ導入しなきゃいけないんじゃないかっていう、はい、あっていうのをやってたらここに行っちゃったんですか、はい、まあ、そうですね。もともとその、まあこうまあ、ニュースを読むっていうところがこうできると、こう情報をつかむっていうところと、あとうち今ニュースの記事を書くっていうのもやっていて、でさらにニュースも読めればこう、ね、あの情報を取ってから記事書いて読みまでできちゃうと、こうニュースってもう全部出来上がっちゃうじゃないですか、うんうん、だからダメだって。それちょっと俺読んでもらおうかな。あの僕の答えとかここ置いてあります。あ、答え、ね、答え入れてないんだ。あ、でもこれ多分一言だからこれ読んだ。これ読みます。じゃあ私の回答からいきます。まだそんなもんでしょう。いや、これ今入れたところでだよ。入れてもらおう。
ではちょっと今ちょっとこっち側にこちらの方に入れたんで、はい、読みます。まだそんなもんでしょ。楽だわ。ちょっとちょっと、ツンデレ系な感じ。ツンデレ系。そうですね。これわざとツンデレ系になってるんですか、これで。そう、どうですかね。あの、これ実際にあのアナウンサーが読んでいるニュースの音声データだとかですね、原稿だとかっていうのを、まあ、約10万件学習をしてるんですね、機械学習をして。で、実際のアナウンサーがどこでこう例えばこうどういうイントネーションで読むかとか、どういう抑揚で読むかとか、句読点とかそういうのもですか。句読点もそうですし、あとどこで息継ぎするかとか、そういうところも全てこう学んで、はい、アナウンサーが読む漢字をこう、まあ、コンピューターが模倣してるみたいな感じだったんですね、それでよりこう流暢に滑らかに読めると。で、今までのこう読み上げってこうどっちかというとこう機械音みたいなですね、機械読み上げって感じだったんですけど、よりこう本当に人が読んでいるようにまあ見せると、っていうことを実現しているっていうのがこの AI なんです。迷惑な話だだって俺初音ミクの話をしてた時に、初音ミクってその AI じゃないからあのデータを作ってるのは、あれ音楽なんですよね、だからドレミの、ドレミみたいな感じで声を出してるから、だから MC できなかったんですよね、だけど MC できますね。そうですね、はい、初音ミクがこれ初音ミクの声でやって、もうちょっとテンション高めの、だから MC の音声を入れたら、ま、た学習をしていくと、だんだんそれをこう真似てくる、きますし、そうアリーナーみたいなんとかっていうようになるんでしょ多分。確かにライブ MC できるようになっちゃいますね。うん、だから初音ミクがライブ MC できるようになるんだろうなと思って。そういうのはやらないんですか。そうですね、まずはこれですよね。今はまあこれやってますけど、あとこう、まあ、結構これラジオ局の引き合いがすごく多くて、で僕らとしては今後なんかこう AI DJ とかですね、はい、音楽流していくんで、まあ、その、あの DJ で、まあ、次の曲ないとかですね、この曲はこうだとかっていう、ちょっとアナウンサーとはまた違うテンションでやらなきゃいけないんで、ちょっとその辺の例えば DJ の自動化みたいなところ、で、まあ、もうあの AI で例えば選曲とかもできてくるんで、選曲もできて自動化していくと、例えば夜中のラジオ放送は全て AI が音楽も回しながら DJ やって朝まで動かすみたいな、そんなことができちゃったり、できますね。ラジオ局はもう絶対やるね。いやそうなんすよラジオ局金ないからね。ラジオ局ってお金ないのよ。これはもう荒木優衣だね。これうわー怖いこの回答はいいですか。そのお話は7回に分けて聞けますので、はい、じゃあ最後にカメラに向かって告知をお願いします。告知とかなんかあったら、はい、あのカメラに。はい、AI アナウンサー荒木優衣はですね、まあ、今リリースしてちょうど2週間ぐらい経ってるところなんですが、結構、いろんな、まあ、ラジオ局さんとかあとネットニュースとかも結構引き合いが来ていて、あのぜひあの今後ですね、あのいろんな場面でこの荒木優衣を使っていただければ、特には、まあ、あの今おっしゃってましたけどアナウンサー雇うよりもこそ安く済みますんで。やめてあげてそれをアピールすんのぜひよろしくお願いします。いやすごい時代になりましたね本当ですね。はい、ということで最後の HIU ニュースは私が読みたいと思います、ということでデザイン写真系グループでメンズバイヤー MB さんとコラボしていたプロジェクト、おしゃれなハイおしゃれなインヒール靴下が完成しました。キャンプファイヤーにてクラファンを開始しています。早くゲットしたい方はぜひクラファンの支援をお願いいたします、ということで。できました。できたんですね。できました。いいのができました。今ないよね。うん、あるんですよ。いい感じの靴下ができました。はい、靴下ができて、なんか売り出されてます今。あ、じゃあちょっとそれが気になる方もぜひ堀江さんのサロンに入会したり、あとはクラファンでね支援もできるみたいなので。はい、ということでですね、この番組が面白いと思ってくれた方チャンネル登録お願いします。堀江さんの意見に賛成か反対かのアンケートも答えてみてください。あとメルマガに登録いただくと堀江さんが全質問に答えてくれますので、メルマガ登録もお願いします。はい、はい、ということで本日は以上です。ありがとうございました、はい。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。内容ウェブに立てたページが今